今日は節分、茨城県東海村にある村松国蔵堂で行われた節分へ追儺式に行ってきました。村松山国蔵堂は日本三大国蔵堂の一つとされます。地元では毎年の春、数え年で13歳の男女がお参りする十三参りでよく知られています。戦国時代に日立の国を治めた佐竹氏や江戸時代には徳川光圀の庇護のもと大いに栄えたとされます。明治33年に火災により道東伽藍の全てを焼失しましたが、その後順次再建されてきました。Whoa! Whoa! Whoa!